メール届いてました。もうこんばんは。メール届いた？すごいいっぱい。こんばんは。もうみんなこの時間もテレビとか見てるかなって思って、ちょっと今日本当ね昼間にやる予定だったんだけど、気づいたらこの時間だった。こんばんは。ちょっと最後です。最後です。2020年、ありがとうございましたっていう。体調どう？元気だよ。めっちゃ元気。今日ね、何日だ、5日ぶりにね、ちゃんとして生きてる。年越しまで配信しないですよ。ブログ書いてないんで。ミシンどういう、カタカタしてる？してないんですよね。なんか作りたいものはあって、レースとか欲しいんですけど、ちょっと買いに行けないからやってないです。ネットフリックスばっか見てる。ちゃんとした生活し、違う、ちゃんとしてるっていうか、なんかまあね、いろいろあるんですよ。何これ、花火、ありがとうございます。そう、なんかね、そうそう、今お家にいるんですけど、あの早く寝ちゃうから、めっちゃ早く起きてみたいなのを繰り返してます。だからめちゃめちゃ早寝早起きしてて、なんか思い出ありますか？今年の私が関わってる、めっちゃ健康的な生活してる。やばい、ちょっとメイクもさ、何日ぶりってぐらいにした。髪触れね、今年はね、髪触れの活動をたくさんさせてもらった気がするから、私も一番の思い出割と髪触れかもしれないですね。単独できそうでできなくてできたみたいな感じだったし、昇格ね、昇格も結構あれですね、結構重要ポイント、昇格ね、昇格か。でもね、覚えてるけど、覚えてるけどなって感じ。覚えてるけど、なんかそのエコパでやって、そのエコパの帰り道になんか2リットルのカルピスももらって、それ持って帰った思い出がでかすぎてあんま覚えてないですよね。健康的な髪、違う、本当にさ、今の髪の毛の色本当にね、ちょっと抜けちゃって嫌で、美容院行く予定だったんだけど行けなくて、そう、行けなくて、ちょっと配信するか迷ったレベルなんですけど、しちゃったっていう。今日も暗い。なんかさ、全然さ、大晦日感なすぎて、年越せるんだろうか田舎みたいな感じです。どうですか？うわ、えなちゃんだ。えなちゃん何してるの？でもあと少し、
なんか手で持ってるからさ、顔近くなっちゃう。ごめんなさい。紅白見てる。ずるせこやん。予想なんだけど、インスタとかするでしょ。インスタライブかな。なんかこのショールーム見てくれてる人とインスタ見てくれてる人がの人が違うから、いつもどっちもやっちゃう。ごめん、近っ手伸びないんですよ、これ以上疲れるから。ここでいいか。携帯見すぎてさ、最近年末のさ、あの携帯見てる時間みたいなやつがめちゃめちゃ長すぎてさ、面白い。来年は会いに行けますようにね。来年は会えるといいね。手形楽しみすぎる。私の手ありがとうございます。パソコンでショールームはやんないな。明日ショールームかインスタライブする予定ありますか。どうしようかな。明日ね、暇だけど暇だけどね。すごい、このショールームのさ、バックっていうの、この後ろがさ、すごいね、初めて見た。ね、2020年は何したっけな。なんか2回公演して1月に、そのままなんかディズニー行った記憶がめっちゃある。1月は生誕はなんかめっちゃ生誕思い出って言ってくれるんですけど、なんか本当なんか変なことしか言ってなくて、生誕だからちょっと悔しいですねって感じですね。で、2月は昇格発表があったけど、まあ昇格しましたぐらいです嘘です。生誕さんのコメント短くて、めっちゃ長くなかった。私ビスもあったんですよね。そうビスのイベントも、そう自粛中にそう参加して、で乗ることができてすごい嬉しかったっていう。だから今年はそう乗ってみたかった雑誌に乗れたし、カミフレとして単独もできたし、昇格もしたし、なんやかんやいろいろあったんですよね。こんばんは、こんばんは。人前にさ、こうやって顔さ出すのさ5日ぶり6日ぶりとかなんだけど、2021年はねどう生きよう。あ、そうだそうだ、今日でお披露目から2周年なんですよ。楽しい人生生きたいように生きなよ。生きたいようにね、生きれないのが人生ですよねって思うんですよね。最近思いませんか。前髪が普通に生きるのが一番さ大変だと思う。最近働くとかさめっちゃ大変じゃん。できれば働きたくなくないって思っちゃうやん。で今日はお披露目から2周年です。もう2年も経って、明日から3年目って思うと怖いですね、時の流れが。
でもう2年も経ったんだよ。なんかファンの方とかまだ2年って言ってくれるけど、10代の中の2年ってめっちゃ短い気がするし、人生の中の2年って結構でかいんですよね。多分私の人生ではない、でかいんですよ2年が。だからわあもう2年もやったんだって気持ちがでかすぎる。10代っていうか、 なんか私の2年がでかすぎるっていう。チームS公演でやってみたいユニットナターシャ。だってさ、こないだお披露目した、お披露目覚えてるもん。お披露目した帰りに車で帰ったみたいな、覚えてる。忙しい気、そうなのかな、わかんないけど。全然でも2年もさ経ったのにさ何もできてないなって思うから、マジ3年目頑張んないとやばいなと思った。今日お家にいるからさ、めちゃめちゃいろいろ考える時間がある分さ、なんかプラスにもマイナスにも考えるからさ、あと10年、28だよ、やばくない？とても楽しかったです、応援してくれてありがとうございます。いつも休憩、今年はそう、リクアーもあったんだね。私ずっとリクアーを見てたから、オタクとして、だからあの音楽の中でステージに出るとか、あの後ろのなんだっけ、台に乗ったの、乗ったりするのもすごい夢みたいだったから、すごかったね。ひな壇か、ひな壇とこ、リカは今年ですよ。さっきあったけど全通もあったんですよね。全通の宮崎と大分が今年かなあって、去年の12月31日はあの桃色紅白歌合戦に出てたから、確かショールームしてない気がするんだけど、そう、去年はそんな考える暇もなく2年目に突入しちゃったけど、なんかこうやって時間があるといろいろ考えて、ちょっとどうやって今後やればいいのかって考えて3年目に入っちゃう何言ってか分かんないもん。なんか最近人と喋ってないから、あんまりやばい。あ、昼間にしてたね、そう、ホテルでしてたね、懐かしいですね。あれもなくなっちゃったしね、コンビの。コンビのやつ。カミフルめっちゃ楽しかったな、今年の活動。夏に3回かな、3回かな、わかんないけど3回だ。 ABEX とあれと2回か。ズーム劇もあったね、いや周年もあったね、めちゃめちゃあったね今年、いろいろ。周年か、あったな。カミフレもね、皆さんが拡散してくださいね、大事、拡散。
2周年か、やばいやばいね。今日でゆっちも卒業しちゃうし、もうどんどん減ってくよ、お給金。悲しいね。なんかこんな、なんかさ、なんか卒業するみたいじゃん、私がなんかこのトーンで喋ってるとしないけど、体調大丈夫ですか？大丈夫です、元気だよ、元気だし、あの検査もしたけど大丈夫だった。赤堀さん卒業したら泣く、泣いてくれる人が一人でもいるの嬉しいですね。おもろい、絶対泣かんやん。いつもに増して色白。今日はね、家の蛍光灯、家のなんていうの、この上の電気だけでやってるからかな、わかんないですね。リングライトはね、ちょっとね、今ね、ないです。ってことで、皆さんありがとうございましたってわけですよ。そうだよ、今日ショールームのためにね、メイクしたの。ずっとね、ここ 2,3 日ね、ゲームして、映画見て、ゲームして、ドラマ見て、映画見ながらゲームしてみたいな生活をしてたんですよ。来年はコラボしような。お前誰だよ鈴木へのやばい、今しようや、じゃあ暇だから。てかいたんかい。来年はみんな会おうね、会いに来て。私いい加減な生活だってさ、しょうがないじゃん紅白忙しくてじゃないよ。会いに来てね、来年。めちゃめちゃ LINE 来るんだよね、まゆなちゃんから。なんか自分がさ、テレビ見てさ、なんか一番意味わかんなかったのが、なんか今から映画見ますとか来て、見るから切るねって、自分からかけたのに見るから切るんだみたいな、面白かった見てるかな、これ、なちゃん。なんか今から映画見るってだから何人みたいな私さ、ずっと映画見てたからさ、何々見たみたいな、面白かった、何々見たみたいな、めっちゃ聞いてくる。しょうもないの送っちゃう。でも私もなんかしょうもないの送りまくってんのに華麗にスルーしてくるから。えなちゃんちょっとうざいな。うざくないよ別に、今時の若い子はそんなもんなんですよ。私も LINE してるけどね。でも2020年のうちにショールームできてよかったです。私は元気です。
本当にさ流行ってるからさ、その新年っていうか年末年始年始はさ本当に気をつけましょう、みんなみんな気をつけよう本当に。お家でお正月過ごそう、あんま人混みには行かずマスクをして、本当にマジで本当に。元気そう、元気だよ。見てくれますか、配信したら。逆にね、逆に見てくれます。てかもうこの髪の毛の色、そう髪の毛の色めちゃめちゃ突っ込まれるんですよ。髪の毛イケイケですねみたいな、髪色か、髪色イケイケですね。イケイケじゃないんや今。今はね失速している。ピンクじゃないんだよね、もうなんかもう。でも一応抜けないことはやってるんですけど、一応抜けてるけど、抜けないようなことはやってますよ。あ、若しか勝たん、ありがとう。でブログ書いてないまだ。ちょっと今日さ、なんかブログさ書かないとさやばいやん。そうカラーシャンプー使ってますね。来年は何色にするんですか、ちょっと決めてるので秘密です。ジロクツ送信かなしたので見てください。終わったら見ます。赤堀決めだ、赤堀決めだよ。バラありがとうございます。これマラさん名前呼んじゃいけないのかな。そろ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 、ブログ毎日書いてるってすごいね。いやいやすごくないですよ。何のおかげだこれ。手じゃん、だるあ、手かこれ。あ、そういうこと。お、こんもういいよ。手形買い楽しみです、ありがとうございます、嬉しい。軽く入れてる？入れてるよ。あんまなんか外行くときにつけないカラコンつけました、お家だから。浜地雪降った？わかんない、降ったの？青赤でコラボ、いつかできるといいですね。遊びに来たよ、ありがとう。良いお年を、みんな。今日の化粧はどうですか。いい感じ。えい、じゃあ2020年最後に私のことを拡散しておいてください。
スクショタイムいつする？迷うな、するか。またみんなに会えた時にね、4人でやりたいですね。ちょっともう手が限界でこの近さになっちゃうんです、ごめんなさい。何赤堀君、ね、さっきからさこのさ何玉ねぎみたいなさアイコンの方さ、めっちゃ赤堀君赤堀君言ってくんだけど、なん受けるんだけど、玉ねぎとか言っちゃったごめん。玉ねぎじゃないこれ、何これ何これ、何これ、ちょ気になるんだけど、カブトムシか、いや違うか、わかんないけど、サヤのアイコンごめんな、ごめん。サヤにちょっとごめんってとこ。え、じゃあサヤのさ配信さ行ったらさ見れるの？あ、もらえるの？じゃあもらおう。ひみちゃんは将来のキャプテン候補との噂ですね。絶対嘘やろそれ。どこの噂やそれ。どこの国の噂や。紅白見てないな。そうなんだ、私のなんかキャプテン候補で私の名前が出てたの。そんな大丈夫そう、私がキャプテンになったら絶対大丈夫じゃないの。もうハッピーニューイヤーあるんだね。袖破けてる？こういうのだよ、破けてるやつだよ。じゃあみんな今年はありがとうございました。すごい楽しい1年になりました。いろいろあったけど全部楽しかったです。だから来年は何か頑張ります。イベントはもうしないかな。カミフレのお宅で本当に良かった、それは良かった。イベントまたやっていいよ。なんかやりたくないのは、やりたくないのっていうか、なんか自分が本当にやりたいって思うのしかやらないかもしれないですね。
間に合った、うん、ありがとうございます。なんか紙フレとかでなんか雑誌とか載りたいですね、紙面に載れたらいいですね来年は。あ、なんかね、来年のすぐの公演に出ます、確か。なんか出る気がする。2年、もうね、3年目になったら本当にね、ちょっと頑張るしかない。頑張ろうみんな。おう、ってことでみんな2020年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします。イエーイ、ユー、終わるよ終わるみたいやで、終わるよ、ありがとうございました。はい、来年は押してください。今年はいいんで来年押してください。もう今年終わるんで来年押してください。イエーイ、来年もね、来年も押して、今年はもう諦めるからさ、来年押してよ、お願いでは、ありがとうございました。バイバーイ。